続いてこちらも日経社会を代表する方の話題です。子どもたちのためにフォーラムを開催しました。今月13日、ウエストウッドの寺崎ファンデーションでドクター・ポール・寺崎さんのキャリアフォーラムが開かれました。寺崎さんは臓器移植の分野で世界的な権威の医学博士で、現在ノーベル賞に最も近い人物だとも言われています。また2010年5月にはUCLA におよそ50ミリオンという最も高額の献金をし、研究施設を寄贈したことでも知られています。今回のキャリアフォーラムはソーテル日本学院の授業の一環として開催されたものです。日本語学校の学生とその保護者など約120人が参加し、寺崎さんは専門的な医療講義を分かりやすく説明していました。このレクチャーはとても楽しくて、いっぱいデータがありました。 I thought it was really fun and interesting and I learned lots of new things. I'm really hopeful that they can do a lot better than we have done. このような講演会から次世代を担う未来の寺崎さんの登場に大いに期待が寄せられます。